入り口店内地里中華街は大阪府豊中市にあった屋内型、議事中華街。2002年5月31日にオープンした当初は飲食店18店舗、物販屋、占い、写真館などを8店舗、貸出一室の規模であったが2007年1月に営業を終了した。地里中央駅と直結する地里セルシーの古階の大部分を使用して開設された。 当初は物珍しさもあって順調な客足だったがもともと5階へは外からの移動を意図していない設計のビルであることから定員の少ないエレベーターでは人をさばききれずに混雑したほか下りは階段を使用せざるを得ないなど中華街入り口へのアクセスが悪かった2005年7月には集客力の手こ入れを図るべく7店舗を加えてリニューアルオープンするものの 客足が回復しないまま2007年1月をもって営業を終了した。その後、学習塾などのテナントが入っていたがすべて移転し、現在は5階全体が閉鎖されている。北緯34度48分31.63秒、統計135度29分46.31秒。 北緯34.8087861度、統計135.4961972度、34.8087861、135.4961972。ありがとうございます。